皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。今日の動画ですね、みんなのためにちょっと私の素敵な歌声お見せしたいと思って動画作りました。なんかライブ配信でたまに聞かれるんですけど、なんか歌できますか、歌いますか、なんか歌ってくださいみたいな、とかカラオケ行ってる動画撮ってくださいとか、なんかそういうねコメントも来るんだけど、実際にみんなのために歌ったことはないんです。今日はみんなのために大きい声で一つの歌、一つの曲ちょっと演奏したいと思いましてやります。お、みんな来た、みんな来たかも。お邪魔します。あ、ただいまって言うべきでしょうか。どうぞ。どう、いいとこやろ。いや、素敵な家だね。ゴード、いいと思います。よよよ、ワイルドゴボー、ドア2つ、そろそろ、お、もう夏。私まだテレワークが続くから、ここは私の仕事部屋ね。分かったね。あ、ここで仕事が進みそう。邪魔が入らなければ。ここエビフライの部屋いいの。ゴボちゃんはどうせほらソファでテレビ見てるでしょ、いつも。わかるぜ。ここ好き、ゴード、この家好き。おお、ゴード、ゴード、いいとこじゃな。おお、はい、よいしょ。和室はどこじゃん、和室。あ、こっちか。ああ、よいしょ。これのドアないぞ。どうしたんだこれ。あ、広い。あ、広い。ゴード、なかなかいいとこじゃないか。ゴード、は、はよいしょ。あ、和室か、これは和室か。よいしょ、よいしょ。おお、和室あって嬉しいわ、嬉しいわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。誰かしら。あ、ゴード、お前いいところ住んでんじゃん。ゴード、お前いいとこやん。お、よ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。俺は小田田圭介介っていうで、よろしく。よよ、よろしくです。俺はラッパ活動してるぜ。あ、よろしく。ゴード、ありがとう。いいね、いいね。ここに住むんですか。そうそう、言い忘れたんだけど、知り合いがちょっと家困っていて、次の家が見つかるまでここ泊まっていいよみたいな感じで。いや、今バイトないんだよね。どうしような、バイトあんま好きじゃないんだよな。なんかほら、なんか俺じゃないって感じよね。なんかこの、まあバイトするっていうのは俺に向いてないかもね。なんか もっと大事な、もっといいことしたいよね。バイト探し、立川さんに手伝ってもらえば。まあ手伝えないことはないんですけど。いや、探せばすぐバイト見つかると思うけど、ほらもったいないじゃん、俺がバイトに時間かけて。この素材もったいないじゃん、この人生がもったいない。もっといいもの作り上げたいわ。俺だって世界一のラッパ目指してんだ。エビフライは社会人か。ああ、気の毒、気の毒。ゴード、わあ、こいつ分かってる、こいつ分かってる。俺は就職したら結構いい会社に入れたんだけど、なんか就職したらさ、もうね、あれほら、社会に負けたって感じやね。ゴード分かってんな、お前分かってんな。家賃は払えないけど安心して、ゴード安心して。ここは絶対いい空間にしてあげるから、ここはめっちゃいい空間になるよ。あ、そこ安心してね。今シングショングライターやってる。エビフライも一緒にやる。いいよ、いいよ。俺が生まれていいな。エビフライなんか楽器弾ける、なんかできる。そういう学生部活みたいのはもうしないよ。もうやってないのか。あー、でも歌はなかなかうまそうやね。歌うまかったらいいよ、なんか一緒にやろうぜ、コラボね。ゴードももちろん、俺も音楽やってる、一緒にコラボ やってやる。ゴードも入れてコラボやろうぜね。いいね、いいよ。ごめんね、私は仕事が忙しいからできないね。お、いいね、いいね。もう早速いいアイデアが出てきてる。社会とその仕事がほら
よくない。いいね、いいね。それ使える、使える。曲に入れようぜ。うん、いい曲になる。いいね。ゴード、ね、なんか叩けばもう完璧やん。おじいちゃん何してる？遊ぼう。うん、よろしく。ありがとうな、ゴード。ありがとうな。よろしく。よろしく。